今月5日、オービックシーガルズ2015シーズンが富士通スタジアム川崎で開幕しました。昨シーズン惜しくも日本一を逃してしまったオービック、2年ぶりの王座奪還に向けファーストステージでの戦いの火蓋が切られました。このファーストステージは X リーグに所属する18チームが3つに分かれ5試合のリーグ戦を行います。セカンドステージでは総合順位上位4チームがファイナルステージに進出、そして社会人日本一を決めるジャパン X ボール、最後は大学日本一と社会人日本一が激突するライスボール日本選手権、これがオービック日本一までの道のりです。今シーズンのオービックは今まで8年間キャプテンを務めていた古性選手に代わり、若干24歳の伊佐川慶三郎選手がキャプテンに就任。オービックを勝利に導くため伊佐川キャプテンがまず行ったのは、チームを引っ張る副キャプテンを誰にするか。そこで若手の望月選手と畑選手、ベテランのケビン・ジャクソン選手と安藤選手を指名しました。そこにはこんな意図が。僕が引っ張るというよりも、みんなでチームを作り上げていきたいんで、若手のメンバーをもっと巻き込んでやっていこうって言ってた中で、やっぱり全然巻き込めてなかったんで、そこに KJ さんとアントンさん旗を入れて、うまいバランス取って、しっかり全員でチームを作っていこうっていう。若手とベテランが融合した新生オービックシーガルズ、開幕戦の相手は警視庁イーグルスです。多くのオービックファンが今年こそ日本一へと期待を寄せています。去年悔しい思いしたんで、今年はライスボールまで勝ち進んでほしいです。オービックシーガルズ勝つぞ。オービック頑張れ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 頑張って。開幕戦でひときわ目立ったのがランニングバック原拓人選手です。普段はボールを持って走るポジションですが、この日はパスをもらうワイドレシーバーのポジションでもタッチダウンを重ねました。原選手が4タッチダウンを奪う活躍で、オービックは59-3で開幕戦を見事勝利で飾りました。幸先の良いスタートを切ったオービック、しかし2週間後に行われた試合では波乱の展開に。今年の春に対戦しオービックが勝利を挙げた野島相模原との一戦は、野島のホーム相模原祇園スタジアムで行われました。前半オービックは野島にタッチダウンやキックで得点を取られ、3-10と追う展開に。なかなかエンジンのかからなかったオービックオフェンスでしたが、後半になって勢いが出てきました。畑選手からのパスを古谷選手がキャッチ、1点差まで詰め寄ります。なんとか追いつきたいオービックでしたが、ここでミスが。野島にボールを奪われ、そのままタッチダウン、点差を突き放されてしまいます。最後まで勝負を諦めないオービック、今度は逆に野島相模原のボールを奪い返します。このチャンスを生かしタッチダウンを決め、17-17とようやく同点に追いつくことに成功。試合はこのまま両者一歩も引かず延長戦に。アメフトの延長戦はタイブレイクと呼ばれ、コイントスで先行後攻を決め、敵陣25ヤードから攻撃を開始します。先攻のオービックは得点を決めることができず、後攻の野島相模原オフェンスに。最後はキックで得点を決められ試合終了。2011年シーズンから春秋合わせて野島相模原に負けたことがなかったオービック、今回7度目の対戦で初黒星を喫してしまいました。
王座奪還を目指すオービックに訪れた大きな試練。この敗戦をキャプテンの伊佐川選手はどう受け止めているのでしょうか。まあ、まだまだ僕ら成長できる部分がすごいあると思うんで、まあ、その伸びしろを、まあ、伸ばしていって、まあ後のリーグ戦負けないようにやっていくだけですね。今日は負けてしまいましたけど、オービックシーガールズファミリーの皆さん、アキツースタジアムに足運んで僕らに声援ください。お願いいたします。いよいよ今度の日曜日9月27日、オービックシーガルズが地元習志野のフロンティアサッカーフィールドで年に一度のホームゲームを行います。アメフトの試合を生で見る絶好の機会。詳細はオービックシーガルズホームページまで。